配信した方がいいよ、うん、愛ちゃん配信者向いてる。愛ちゃんと話してるとすごい元気もらえる。ぐん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 、配信しようぜ。君配信する？プロデュース、私が愛ちゃんを。でも愛ちゃんも自分でできてるからさ、話す思考だし、うん、元気ですし、カズマくんの彼女に向いてる。それは私の方が向いてるから。あ、おっと、そっか、どうだろうね。キリュウカズマの彼女はやっぱ私が一番向いてるんじゃないかなって思ってる。年数が違うかなって。あ、年数、いやでも濃さで言ったら負けてないかなって。あと、なんだろう、やっぱ男の人は負けちゃうと思うんだよね、こういうところに。キリュウカズマはなんかそういう色仕掛けに、なんかこう、なんていうか、そういうのよりもやっぱ面白い女の方がやっぱ好きっていうか。でも結局なんかキャマ嬢とか好きなし、あいつ、いやいやいやあいつとか言っちゃったこいつまあ一応ね、私たちあの同じあのオーディションに戦ってる、一応敵っていうか、まあ敵っていうのもあれですけど、一応オーディション上は ね、うん、あの一応コンテスタンツとして、うん、あのお互い戦ってる身なんで、そうそう、キルカズマをかけてね、かけてね、かけて戦ってるんで、一応そういうちょっとバチバチの要素がね、多少出して、ライバル、そう、ライバル、ライバル、ライバルではある、そう、やっぱ優勝者は多分ですけど一人なんで、あのグランプリですね、グランプリだから、そういう意味では、まあ、戦いの相手ではあるんですけど、